お腹空いたからお寿司を詰めたいと思います。よし、オッケー。お寿司多いよな。今日はちっちゃい、ちっちゃいやつ。この間でかかってんけど。足りない。わさび必要。マジ絶対。いただきたいと思います。あのメイクしたばっか、傾くのやめて。めっちゃ傾いてる。この間めっちゃ多かったよね。めっちゃ傾くな。まあ、いいか。めっちゃくちゃ濡らないね。今日来るよって方。生姜苦手やのに食べたくなるね。いただきます。うん、行くよって。今のは生ハムでもね、足りないんです。ご飯、昨日夜ご飯、昨日お昼しか食べてなくて、そしたら体重減ったんですよね。減っちゃった体重。嬉しい。わさびをもう乗っけとこうかな。最近はサーモンが好きなんですけど、ちょっと炙りサーモンはちょっと無理で、何、生のサーモンがいい。でその前はエビが好きだったんで、もちろんエビも好きやけど、最近はずっとサーモンばっかり食べてる気がする。めっちゃ生姜無理なんですよね。でも食べたくなるね。なんでやろ。腰痛い。大丈夫か。配信する？うん。アイス食べたい。アイス食べたい？よし、ご飯食べたい。どういうこと？アイス食べよう。ご飯食べたい。足りへん。アイス食べようよ。終わったん？終わった。紅葉見に行きたい。ユニバも行きたい。外出てくれ。前が？うん、出たやん。前、前やん。そこ絶対来ないで。やめて、無理。公園前で食べない。めっちゃ食べる。食べるよな。うち、ん、食べたら吐きそうになる人。前盛りは食べてなかったけど、それは太ってたからねえ。ユニバマジで行きたいね。今ディズニーより。あ、でも絶叫系乗られへんのか。うん、それは問題。スペファーは乗れるで。ダイナソーは無理やり乗らされて乗った。じゃあ乗ろう。これまだ行けんねん。じゃあ乗ろう。じゃあ乗ろう。まあそれはまだ行けるわ。浮遊感がまだないから。浮遊感、あ、ふうふわーってなることない。あ、そう。なるほどね。天才カメラマン出口さん。別に天才じゃないよ。ちょっと待ってよ。おい天才でしょ、出口さん。あんま写真撮らへん。まあ、撮ったか。うん、忘れるよな、写真。うん、忘れちゃう。めっちゃ今日さ、うん、髪の毛に女子なんだろ。え、それ、その髪型好きやで、うち。
この前も送ったけど。でも女の子っぽくなんか綺麗な 女性になる。切りちゃんやっぱ切って、ほんまに切って。ガイア声でかいって。え、ガイア声強制ちっちゃくない？あんたでかいねって。今日リハー巻いたからちょっと暇やな。うん、そうやね、年光早く終わってんのかな。うん、暇。コスメも買いに行けたし、韓国料理も食べに行けたし、え、ちょっと紅葉マジで見に行きたいの。秋やから。うん、冬の遊園地も行けた。なんか愛華が京都のどっかがいいですよってさ、なんかマジ、うん、嵐山かな。うん、ちゃう。うん、して紅葉行きたい。まあでもその頃は多分ライブ期間で、いや、その期間やばいな、絶対見に行かれへん。いやいいけど別にボサボサなだけ。歪むな。もっと痛いよか。あ、しんどいからいいわ。フェヌさんって言ってて。そうやね、あ、フェヌさん、うん、そうそうそう、フェヌです。この間もなんか言ってたで、ミックスジュースの時に、うん、3人揃ってて。あ、そっかそっか。フェヌさんはどこって。フェヌさんその日なフロンティアの練習してたわ。ちょうど早な。え、ウィーク、え、また今日もこれ、ちょっと待って、めっちゃおもろいやん。え、うちさ、もしさこの後さ、うん、終わった後配信するってなったらさ、ウィンクの公演の後4日連続これやねんけど。マジで。うん、え、この間さめっちゃでかかったん、お寿司。え、そうよな、うん、見てたで。あれめっちゃよかった。あの日の夜ミラコとお寿司行った。あ、ほんか。うん、七本的天使のラビちゃん。いい、え、ちょっと待って、どう思います皆さん、聞きました？ DMM 配信の時、この人、あのね、私もね DMM じゃないだっけ、 Twitter か、うん、Twitter のエゴサしてね、なんか顔もママが出口のこと天使って言ってるって言って、そんなことあるかと思って、あの、そんなこと言う人じゃないから絶対嘘やと思って DMM で確認したら、可愛い置いといてって言われたんです。私お世辞でもいいからつけろ。いや絶対つけへん。つけろ、お世辞でもいいから。びっくりした、ほんまに。そう、可愛さを置いとく、置いとくな。可愛さで言ったらあのんちゃんね、もちろん置いとくな。それはそうやな、のんちゃんが一番天使やねんから。それは間違いない、それは間違いないねんけど、うん、間違いないねんけど、うちにも一応気を使ってつけとく。だからのんちゃんはほんまに絵に描いたような天使の格好をしてる天使、うん、ゆいなはあれみたいな、より劇場でさ寄せ、あ、そうそうそう、あれみたいな寄せは天使みたいなもんやもんな、あれみたいな天使、うん、確かに。でも、でも、あ、ネタ枠っていう天使ね。おい、だってその後って言われた時、いや、ゆいなが天使なわけじゃないんですけど。はもう全部がはやねんけど、びっくりした出口。もう DMM 突っ込んだもんっていう話を今日してました。やれやれ、どっちがやねえ、アイス食べた。めっちゃ 目濃く見えるわ、なんか。あ、アイス帰ってくるか、帰ってきた。クッキーのアイス食べたい。言ったら買ってきて。言われたらマシに使いたくないでしょ。いや絶対嫌やって言われて、一緒に行くんならいいって言われた。そうやな、確かに。メイク変えた。あ、確かに。メイクは今日はなんかズーシーのやつ借りた。メイク店さんに。まつげの上がり方もうギュンって感じだね今。どこいつ？覚えてない。あの話？すぐ話はするから。え、普通に事業の話。なんや。そう、ちょっと愚痴。無事押ししないけど、あ、スタンプ押してくれてたのね。まだとこが変えてるよ。10日にした。この前は何だった？シュ。お、分かってるよ。すごい出口。すげえ。すげえ。眉毛どこのにしたんですか？眉毛分からん。メイクさんにやってもらった。なんかさ、眉毛さ、良くなったよな。なんかな、抜いてるわ。いらん、あのな、まあ、ちょっと抜きたいね、ここ。邪魔な部分がある。前のさ、たまに昔写真送ってくるやん。なんか太眉だなって。昔の写真やばいよな、なんか、うん、昔さ眉毛気にしなかったよマジで。
大事よ。しだれ柳の衣装は石田さんです。出口原カレンと原カレンで下が、あ、絶対うちあのタイプ絶対うちまた着るならカリンちゃんとかユミさんのタイプやなと思った、うん、来た、見てこれ、アイスカイ食べたい、アイス食べたい、食べて、やばい、やっぱ買おう、アイス昨日うち食べた、なんで、うちも昨日食べてない、今日な家にあってんけど隠してきた、え、今日のワルとナオリをちょっと相談しようと思って、うん、今日のワルとナオリに相談したいです、え、笑いのダンサブル、確かにあいつスマホ置いてったから写真撮ります。リップの色なさすぎて、よく中学生のヤンキーがやるポーズ、おんねん、うちの友達にもおってん、こうやってな、こういう人がおってん、友達さ、なんかおるやん、なんか仲いいんですよ、なんかヤンキーっぽいけど仲良かったんですよね、なんかそう、その子うちらのうちの同級生のヤンキーはこんな感じだった、うちはヤンキーとかじゃないよ、普通に仲いい、なんか男女ともに仲良かった。ルーズマンどうやった？あ、なんかね、近くにやったから7本の個別写真売り切れてた。え、マジ早くね、オンラインってこと？あの、なんかマジで私のファンの方以外の方にめっちゃ漏れてるって言っていただけて嬉しい。自分の昔はね、マジでデブ、めっちゃ漏れてる。他にもね、あるんですけど、また見てね。セレナギのやつ、何もかもが大衆すぎて吐きました。お、嬉しい、ありがとう、マジであれは良かった。その日メイクさんに、え、今日めっちゃ良くないって言われて、マジあのメイクさんマジ大好き、あのメイクさんめっちゃ可愛いんですよ、そのメイクさん普通に可愛いから一緒にお出かけして写真撮りまくりたい、相手の。でも自分で もう半年前と全然変わっちゃうなって、多分顔の肉の問題、なんか痩せて変わったんかな。今日はハーフアップなんですけど、ハゲとんよ。でも友達にそのインスタで友達から、え、それどこに売ってんのって言われて、いや普通に売ってるけどって言ったら、え、欲しい、買いたいみたいな、え、どうすんのそれみたいな、え、携帯の裏に挟むって言われて、いや切らんとそれ入らんでって言ったら、いや切るから切って入れるわみたいな、おめえやべえよって。こんにちは。そう、でも他の友達からも、かわいいね、かわいさが際立ってていいねみたいな、めっちゃ来た。初めて来ました。お、ありがとうございます。
あとで歯磨かな。もうリップの口の中なさすぎてやばい。ハーフアップレアですね。邪魔やねんな、ほんまに。ここ暗いな。ちょっと暗すぎるわ。向きの問題もあるんと思うけど、個人的にはハーサーが元気でよかったな。いつまたまたやる。いやいやいや、もうね、もうマジでもうこれからもう一生仲良くしたい。ほんまにあの子とはずっと仲良しでいたいです。全部話してる、いろんなこと、うん、し、でも、まあ、自分が話したいから話してるだけでやってやけど。誰の衣装？石田さんです。ハースのコンビ名ないっすね。一生一緒にいてくれよ。その曲さ、うち舞台に出た時に初めて知って言うの。一緒に舞台出てた人があの演技してる中で一生一緒にいてくれやって歌ってたんですけど、それで初めて知った。石田さんの衣装にかりんちゃんのヘアピンかなって。あ、そう、正解。そう、基本あんまりごちゃごちゃしてるのつけたくなくて、だからかりんちゃんとかショートじゃないですか、だからよくつける。飾りは今何時？あ、出口の携帯。50分になったら終わりますね。ちょっと用事があって、用事っていうか、今日はやることがあって、すいません。お寿司食べたい、食べたけど足りないっす。マジ腹1分目もない。ください、ありがとうございます。ラーメン食べたいな。スシローおごります。お、嬉しい。出口とスシローいた時はいつもワイがもうね決まって、くら寿司は出口のおごり、スシローはワイのおごりって決まって、そう、やっぱ結局ね、スシローしか勝たない。え、めっちゃ邪魔やねんけど、こいつ。じゃあ後で。何？アイス買ってきてって言ってる。アイス食べたい。アイス食べたい。アイス食べたい。みんなで買いに行く？仲良く。今誰が言ってた？え、しおりさん。あ、しおりさん。しおりさん。近重さんに。近重さん。あ、確かに。パシラス。食べたい。え、ちょっと写真撮ってんの誰？はーい。お、ええやん。こっち。あ、こっち。ええやん。スシローが一番じゃない、それな、確かにちょっと薄いな。そう、あ、見る。いや、こっちやわ。うん、なんか好みの柄を。じゃあそろそろちょっとやることがあるので終わりたいと思います。ちょっとね、また公演いろいろ出る予定もあると思うので楽しみにしててください。ではランキング見ますね。13位が音鳴らした。口やろ。もう明らかに音鳴らみたいな音してる。13位ひほちゃんありがとうございます。12位がゆうちゃんありがとうございます。11位がさりのちゃんありがとうございます。10位がけんさんありがとうございます。9位がりあちゃんありがとうございます。8位がしげやんさんありがとうございます。7位がゆうさんありがとうございます。あ、変わった。6位ももちゃんありがとうございます。5位がプントさんありがとうございます。4位がまこっちゃんありがとうございます。3位がアルトアルマサトリアさんありがとうございます。2位がかんつきさん、かむぞ、ありがとうございます。かんだよお前。1位ひまりちゃんありがとうございます。マスク越しでな、あ、今の、あ、違うで、あのおならみたいなのとはマネージャーさんが、そうやで、うちじゃないですよ。違います。ちょっと待って、よいしょ、はい、
さい。アイス食べて頑張ります。たまに買ってきてくれるの？分からへん。買ってきてよ。なんでワイがパシリやん。買ってきて。バイバイ。公園見てください。